渋野日向子、デーナオープンへの挑戦。準備の過程、渋野日向子は、今シーズンの第4メジャー、アムンディ・エビアン選手権を終えた後、次のステージへと進みました。エビアン選手権では51位に終わり、悔しい結果にはなったと振り返る一方、予選を通過して最後まで戦えたのは良かった。最終日の後半はノーボギーのアンダーで回れたと、一定の成長と満足感を感じていました。特に、苦手意識があった地でのサンデーバックナインの追い上げには手応えを得たようです。フランスからアメリカのオハイオ州に移動し、デーナオープンに向けた準備を始めた渋野日向子は、すぐに練習ラウンドを行いました。火曜日には午前中にインキューホールを回り、時差ボケは大丈夫だと思う。今日も朝からだったし、今までに回ったことのあるコースなので少し気楽には入れたかなと話し、前向きな姿勢を見せました。3度目の正直。渋野日向子にとって、デーナオープンはルーキーイヤーから数えて3回目の挑戦となります。過去2回はバーディ合戦に追いつけず、予選落ちに終わっていましたが、今年は違います。あまりいい印象はない。でも去年に比べてグリーンがすごく綺麗だと思った。あまりポアナっぽくないというかと、コースの改善に気づいた渋野日向子は、グリーン上が勝負。ショットも重要、グリーンが小さいところもあるし気をつけなきゃと、慎重かつ自信に満ちたコメントを残しています。昨年は予選2日間で5個にとどまったバーディを、今年は増やすつもりです。目標と戦略、渋野日向子の目標は明確です。まずは予選を通過し、上位で戦うことです。彼女は全米女子オープンで2位に入って以来、6試合連続で予選を通過しており、調子は上向いています。ここまで1ヶ月くらいはいい感覚できている。しっかり一打一打に集中して、予選を通過して、上の方で戦えるように気を引き締めて頑張りたいと語り、集中力と決意を見せています。レクシー・トンプソンとのペアリング。特に注目されるのは、渋野日向子がレクシー・トンプソン、ガビー・ロペスと同組でプレーする点です。レクシー・トンプソンは今季限りでツアーから引退を表明しており、大会側もレクシー・トンプソンデーを設けるなど、特別なイベントが予定されています。楽しく回れそうと話す渋野日向子は、この特別なペアリングを楽しみつつ、集中してプレーに臨む意気込みです。ファンからの期待と応援。渋野日向子のファンやゴルフファンからは、大きな期待と応援が寄せられています。今度こそ克服してやるとの意気込みで臨む彼女に対して、初日3アンダーか4アンダーで回れば上出来だよ、といった具体的なアドバイスや今年は何と言っても前衛、セントアンドリュースオールドコース。最終日最終組だったら、すごいことになるだろうね、といった期待の声が多く寄せられています。また、渋野日向子の日頃の努力とプロ意識にも注目が集まっています。彼女は常に高いモチベーションを維持し、細部にわたる準備と練習を欠かしません。例えば彼女はパッティングの精度を上げるために、毎日数時間をかけてパット練習を行っており、メンタル面でも専門のコーチと共に戦略を練っています。渋野日向子の決意とプロ意識は彼女のプレーに大きな影響を与えています。渋野日向子の挑戦。渋野日向子にとってデーナオープンは大きな挑戦であり、再びトップレベルのプレイヤーとして自分を証明する場です。彼女はこれまでの経験と成長を生かし、全力でバーディ合戦に挑む決意を固めています。ファンやゴルフ界の期待を背に、渋野日向子は果敢に攻めていくことでしょう。その努力が実を結び、再び優勝の栄冠を手にする日を心から期待し、応援しています。具体的なエピソードと戦略。練習へのこだわり、渋野日向子は毎日、早朝から数時間をかけてパッティング練習を行っています。特に、デーナオープンに向けては、グリーンの状態を徹底的に把握し、ライン読みや距離感を磨くことに集中しています。また彼女はメンタルコーチと共に、プレッシャーに対する耐性を高めるためのトレーニングも行っています。過去の経験を生かす、渋野日向子は、過去2回のデーナオープンでの経験を生かし、今年はさらに戦略的にプレーすることを計画しています。彼女は特に、ショットの精度を高めるために、スイングの微調整やクラブ選びに細心の注意を払っています。ファンとの絆、渋野日向子はファンとの絆を非常に大切にしています。彼女は試合後にファンと交流する時間を設けたり、SNS を通じて日々の練習や試合の様子を共有するなど、ファンとのコミュニケーションを積極的に言っています。これにより、ファンからの応援が彼女のモチベーションをさらに高めています。
試合中のメンタルマネジメント、渋野日向子は試合中のメンタルマネジメントにも力を入れています。彼女は試合前にリラックスするためのルーティンを持ち、試合中も焦らず冷静にプレーするためのメンタルテクニックを実践しています。例えば、重要なパットの前には深呼吸をして心を落ち着ける方法や、ネガティブな思考を排除するためのポジティブな自己対話を行っています。結論、渋野日向子は、デーナオープンでの挑戦に向けて万全の準備を整え、全力でバーディ合戦に挑む決意を固めています。彼女のプロ意識と努力、そしてファンからの応援が一体となり、彼女をさらなる高みへと導くことでしょう。渋野日向子の挑戦を見守りながら、再び優勝の栄冠を手にする日を心から期待し、応援しています。